さかって、どうしてユリエが俺のベッドでいいんだよな。これからさ変わる未来、なけなしの希望を手に駆け落ち進もう。崖の向こうには花が咲く。いや、ありがとうございます。話しかけた方がいいよな。あのさ、いや、それではお先に失礼します。ちょ、ここで寝ちゃダメだって。ちゃんとベッドで寝ないと風邪ひくから。この状況でも俺を見てるし。干そうと思ったら風に飛ばされてしまいまして。はあ、ということは、トール、見るのはよくありません。いや、だから抱くっていうのは。だと伝えておきます。今日も美味しいです。ああ。ところでトール、ん、今日一緒に寝てもいいですか？その格好はパジャマですか？いや、ワイシャツはパジャマじゃないから。これで寝ますからパジャマです。違いますか？わかった、それで行こう。よし、ごまかした。トール、ん、では今日は寝ましょう。いや、気持ちは確かに受け取ったから土下座は勘弁してくれ。今度は違う誤解を受けそうだ。申し訳ない、本当に申し訳ない。だからそれをやめてくれって。またっ、寝技の練習ですか？違う。よし、あとラスト10周な。ふざけんな、一周4キロだぞ。今からフルマラソンとか、あんた鬼か。鬼じゃないわ、ウサギだぴょん。待ってくれ、まずは落ち着いて話が。申し訳ない。はぐれるなよ、ユリエ。ユリエ、バスタオルを忘れていました。そうか、ありがとな。そこに置いといてくれ。いや、そこにいられると出られないんだけど。そうでした。どうでしょう、トール。ああ、すごく似合ってる。ありがとうございます。それではこれを買います。決めるの早っ。そろそろ戻るか。さすがに冷えてきたし。それでしたら。ユリエ、こうすれば暖かくなります。ほら、あーん、美味しいです。盾の使い方ですが、ついてみてください。
わかった。近い。いよってにゃいでしょ。じゃあこの指何本だ。トールが3人です。決定的だ。しっかりしろユリエ。トール、こちらの方が歩きやすそうです。絆を結びし者たちは、後う限り同じ時を共にせよ。喜びの時も、悲しみの時も、健やかなる時も、死が二人を分かつ、その日まで。あの日の悲しみ